で通常ですね、刀は切ってしまうとですね、血振りって言ってね、こう血いっぱい積んでそれをこう落とすんです。手でこうすらしながら血を拭う方法と2種類あるんですね。で今はこうやってここで血を拭って入れるというやり方をとってました。まあ、種類はたくさんありますがですね、一つはこういう脇差しという短いタイプから長いですね、こういうタイプのものというのがまあ大別されます。まだ小さい、もっと短いものとかですね、特殊な形状したものとかいろいろあります。で通常ですね、座るときはだいたい脇差しだけで座ってて、大きい方はですね、自分の目上の人の場合は自分の右の方に刀を置くと。これはまあ急にですね、こう抜きつけて、傷つけないという、まあ、礼儀ですよね。で刃は自分の方に向けると。ただしですね、この刀のこの鐔をですね、膝のところに置いて敵にこれを取られないようにするということですね。鞘を取ったら抑えられる、これを取っても抑えられるというふうに、こういう心構えをしておかないといけないということですね。でこれはもう短い時はすぐこう抜けるですね。で敵を切ったりですね、突いたりするということですね。台も一緒ですね。こう取る、で向こう切る、いろんな状況によってこれは剣術として使うということですね。でこういう作業っていうのは向こうあるわけですが、こういったものも武器化して使うということですね。まあ刀の種類っていうのはね、大きいのはもう4尺5尺6尺長いのね、で短いのはですね、もう本当数センチ、1寸2寸3寸とか、1寸いたら3センチこんなんですね。刀というかどうかですかね、とか長いもの短いもの、もうさまざまな形状をしたものがあります。でもろ刃になった両方に刃が入ったもの、まだ片側だけしかないものとか、いろいろな種類もあるわけですが、まあ、通常は 片刃ですから、それが刀という名前になるわけですから、片方だけに刃が入っているもの、これが日本刀の特徴ではあるわけですね。刀の携行法なんですが、通常は腰に刺すと。で、稀にですね、長い刀の場合は背中に背負う場合もあります。で、通常長い刀を背負う、要するに大太刀というんですが、それは左側からこう柄を出す、柄っていうのはこういう刀のですね、にして背中に背負うと。そしてこういうふうに抜くわけですね。映画なんかこちらで出てるけど、あれは嘘ですね、抜けないということになりますよね。これはもう大太刀ですから、なかなかまあ動きにくいものなんです。そして邪魔になります、こけた時とかですね、怪我しますね。だから非常にこう危ないしですね、使い勝手が良くないわけです。漫画はもう漫画ですから、忍者はすぐに背中にね、刀を背負ったりですね、こういうふうにして逆さにこう構えたりするの多い描かれてますがですね、こうすると刀が伸びないんですね、敵を切ることがなかなかできないんですよ。だから基本的にこういうふうに持つのが基本ですね。稀に逆に持つ場合もあります。それは特殊な場合ですね。それとか極端に短い回剣というのがあるんですが、まあ、こう中にこう持ってる合い口のようなもの、それはこうパッと突然ね、逆さまに持ったというようなこともありますので、基本的には通常は普通にこういうふうに構えるということになります。で皆さん普通忍者はですね、こういう忍者刀とか立派にいて忍び刀とか言って、こんな形をねしたものをよく紹介されているんですが、実はそういったものを使っているということは多分なかったと思います。これはまあ江戸時代に神塚というんですが、そういった好きな人たちが工夫して考えたものであって、実用上のものじゃないと思いますですね。普通の刀の中に短い脇差しが入っている、だから狭いところでも戦える。でこの中に目つぶしとか仕込んでおいて、こうかけたりですね、横、あるいはこれですね、ここどっか立てかけて高いところに登るとで、こうしてね、でここは四角を作っているということですね。でこのこれいう作業っていうのはこういうものがあって、ここを結びつけておくわけですが、でこれでですね、敵を縛ったりですね、上上がった時にはこれで置いて、この鞘を上がると
自分のところで手元へ繰り寄せる、あるいはこれで敵を縛ったりすると、まあ、いろんな面にこう使えるわけですね。まあ、これが一般には忍び刀と忍者の刀に紹介されています。実はそういうものではありません。刀をですね、こう切り合うとですね、キンキンって金属音がするように、皆さん思われてると思うんですが、実はそういうのをしない、もっとガシャガシャっていう音がしますね。それはこれは実際に刀を打ち当ててやってるんですがですね、こういうふうにしてもうギャギャになってしまう、もう一度当てたらですね、刃がボロボロになるぐらいになるということですね。でそういうあの綺麗な音がするわけではないわけですね。例えばこういうような音ですね、こういうような音です。チーンというような音じゃないわけですね。これがあの普通刀を合わせた時の音になります。もう刃がボロボロになりますから、基本的にはなるべく刀は刃を合わさないということですね。